チャールズ・アルビン、チャーリー・ベック・ウィズはアメリカの軍人、デルタ・ホースの創設者としてその名を知られる。最終階級は陸軍大佐。1929年、ベック・ウィズはジョージア州アトランタにて生を受け、高校ではフットボールチームの一員として活躍する。その後はジョージア大学に進み、フットボールチーム、ブルドックスに所属する傍ら、 学生友愛組織のシグマカイデルタ支部に所属した。彼はまた大学生向けの予備役商工訓練課程に参加し、1952年には陸軍将尉となっている。同年、グリーンベイパッカーズからのオファーがあったが、陸軍入隊を決意して、これを断っている。朝鮮戦争終結後、ベックウィズ将尉は第7不評師団第17不評連隊 C 中隊。 所属の小隊長として、韓国へ派遣された。1955年、ベック・ウィズは、第82空挺師団第504、不評連隊付支援中隊長となる。それから2年後、彼は、陸軍レンジャー学校を卒業して、特殊部隊軍へ入隊する。1960年には、ベトナム共和国及び、ラオスへ軍事顧問として派遣された。また、 1962年以降は英国の特殊空挺部隊へ交換将校として派遣される。マレー危機の折には SAS と共にゲリラ作戦を展開している。ジャングルでの作戦行動中、彼はレプトスピラ症を発症した。軍医から生存は絶望的と言われたものの、数ヶ月間で完全に回復したという。イギリスから帰国したベックウィズは、 SAS 型の部隊を有していないことによる、米陸軍の脆弱性に関するレポートを提出した。やがて彼は隊に昇進するが、依然として、新部隊の設置は行われなかった。これは、上層部が既存の特殊部隊に対してある、程度満足していたためとされ、その後も彼は、陸軍高級商工団に対する働きかけを続けた。一方、 第7特殊部隊グループの作戦士官として、ベックウィズは特殊部隊軍の訓練に大きな変革をもたらした。当時の特殊部隊軍は不正規戦と現地抵抗運動の育成を主な任務と捉え、訓練もそれに沿って行われていた。ところが、ベックウィズは異なる認識を持っており、次のように述べている。特殊部隊軍の将兵たる者、有能な 異色の兵隊である前に有能な、普通の兵隊であるべきだ。私はかつて不評中隊を率いたが、特殊部隊軍着隊後は、通常部隊を指揮した経験が全くない将校に出会って面食らったものだ。ベックウィズは、第7特殊部隊グループを訓練するにあたり、SAS で学んだ教訓を取り入れて、米軍の特殊戦教本を書き換えるところから始めた。 この折に制定された非常に厳しく実用的な訓練過程は現代の旧コースとして知られる訓練過程につながっている。ベトナムに派遣されるとプロジェクトデルタのコードネームで呼ばれる特殊部隊を指揮した。1966年には50後継団を受けて腹部を負傷する。軍歴の中で2度目となる品種の重傷だったが、やはりベックウィズは 数ヶ月で完全に回復を果たした。その後は、レンジャー学校のフロリダフェーズと呼ばれる訓練過程の見直しに当たった。フロリダフェーズは、第二次世界大戦の戦訓に従って設計されており、ベックウィズはこれをベトナムにおけるジャグルでの実戦に即したものへと転換させた。1968年のテッド構成を受け、ベックウィズ中佐はベトナムへと呼び戻され、 第101空挺士団第1旅団第327不評連隊第2大隊長に着任する。第2大隊は緩みなしの異名を取り、ベックウィズは9ヶ月間同大隊の大隊長を務めた。この間、笛での反撃や、ミンゴ作戦、ジェブスチュアート作戦、ネバダの高作戦、サマーセットプレーンなど、複数の戦闘、作戦に従事した。 さらに北ベトナム軍が厳重に防衛していた、笛西側の国道547号線を 7km も前進し、バス投入火力支援基地の構築にも成功している。1973年から1974年、ベックウィズ・チューサは東方戦士者、改修センター B チームの指揮官として、対空軍のナコンパノム空軍基地に勤務し、その間に大佐に昇進している。 ロバート・キングストン巡将を指揮官とする JCRC の任務はインドシナ半島全体の行方不明軍人を捜索し生死及び死亡していた場合の状況を調査することだった。戦闘部隊ではなかったものの JCRC は任務のために前線を越えて活動を行わねばならないことも多かったという。その後、ベックウィズ大佐はノースカロライナ州法とブラック中トン地に移り、 訓練部隊の指揮官を務めた。ベックウィズが60年代に示した行動的な精鋭部隊の構想はおよそ10年間も無視され続けた。70年代半ば、国際テロの脅威を背景に、ようやくベックウィズは自分の構想を実現する機会に恵まれた。1977年11月、対テロ部隊としてデルタホースが設立された。主に想定された任務は、 人質救出、隠密作戦、特殊偵察などであった。しかし、最初のミッションとなったイーグルクロー作戦は、航空障害が原因で数名の死傷者が出たために、失敗に終わっている。この教訓を生かし、後に第160特殊作戦航空連隊が編成された。この部隊は、デルタフォースなど、各種特殊部隊の輸送を任務とした。また、 統合特殊作戦コマンドは上院による任務失敗に関する調査の間にベックウィズが直々に組織した。イランでの作戦失敗を経て、ベックウィズは陸軍を退役した。その後は、セキュリティコンサルタントの事務所を開き自ら、コンサルタントとして働く傍ら、デルタホースに関する書籍の執筆を行った。1994年6月13日、自宅にて死去。 テキサス州サンアントニオのフォートサムヒューストン、国立墓地に埋葬された。ベックウィズは、妻キャサリン・ベックウィズとの間に3人の子供を、設けていた。ありがとうございます。